中共当局はインターネット業界を厳しく取り締まっており、動画投稿アプリ TikTok を運営するバイトダンスも当局の締め付けから逃れられないようです。10月21日、中国のネット上ではバイトダンスが70%の人員削減を行うとの情報が伝わりました。その後、バイトダンスはこの事実を認めました。これにより、 約10万人の従業員を要するバイトダンス社で7万人近くが失業することになります。先日、バイトダンスの従業員がネット上で、恩州の人員削減はすでに終わった。主要な直営センターとコールサポートセンターで30%から70%削減すると明かしました。バイトダンス社の恩州直営センターは、かつて最も収益性の高い部門の一つでした。 今回解雇された従業員は、2日以内に退社手続きを完了するよう要求されています。ブルームバーグによると、バイトダンス社の最大出資者の一つであるアメリカ投資会社サスケハナインターナショナルグループは、同社が保有するバイトダンス株約5億ドル、約570億円相当の売却を検討しています。NTD ジャパンがお伝えしました。